公開場が掲載されたオーロール紙の扉、私は断劾するは、1898年1月13日発行の新聞、オーロールに掲載された、文豪エミール・ゾラの手による公開場である。この公開場で、ゾラは、フランス大統領、フェリックス・ホールにあてて、政府の反ユダヤ主義やスパイ容疑で、終身懲役に処せられたフランス陸軍、参謀本部将校、 アルフレド・ドレフースの不法投獄を告発した。ゾラは裁判の誤りと重要証拠の不足を指摘した。公開上は新聞の表面に印刷され、フランス内外で物議を醸した。ゾラは告訴され、1898年2月23日、名誉毀損で有罪となった。投獄を逃れるため、ゾラは英国に避難し、1899年6月に、 本国に戻った。ドレフィウスの無実を表明したものには他に、ベルナール・ラザール著、誤五神、ドレフィウス事件の真実、1896年11月、がある。公開場が英語圏においてもよく知られるようになった。結果、J ・アキューズは、噴劇や権力を持つ何者かに対する告発を意味する総称表現として、社会一般に認識されるようになった。 ポーランドのジャッチア氏、ゾラの公海上とドレフィス事件について報道している。アルフレド・ドレフィスは1859年、フランス北東部ワルザス地域圏のミュルーズ市街地の裕福なユダヤ人家庭に生まれた。不屈戦争の結果、故郷がドイツ帝国に併合されるに至り、1871年にこの地を去ってパリに移り住んだ。1894年、 フランス参謀本部の法兵長だったドレフィスは軍事機密情報をドイツ政府に提供していた疑いをかけられた。ドイツ大使館で掃除府として働くフランスのスパイ、マリー・バスティアンが調査の出発点であった。彼女はいつも郵便箱とくずかごをチェックし、怪しい文書に目を光らせていた。その彼女が1894年にドイツ大使館で 疑わしい文書詳細リストを手に入れ、それを指揮官のユベール・ジョゼフ・アンリに届け出た。彼は、フランス軍産防爆料の諜報部に所属していた。6つの破片に破られたリストを、マリー・バスティアンは、ドイツ軍務官、マクシミリアン・フォン・シュバルツ・コッペンのクズカゴから見つけ出した。文書は調査され、主に筆跡鑑定の専門からの証言に基づいて、ドレフィウスは、有罪判決を受けた。 筆跡学者らは、ドレフィウスの筆跡とリストの筆跡に共通点がないのは、自己偽造の証明であると断定し、それを証明するため異様に詳細な図を準備した。機密の証拠を提供した証拠をも、同様に断定した。ドレフィウスは、非公開の軍法会議で反逆罪の有罪判決を受けたが、この間、自分に不利な証拠について調べる権利を与えられることはなかった。 フランス陸軍は屈辱的な式典を行って彼の軍籍を剥奪、南アメリカのフランス領ギアナ沿岸に位置する流刑地ディアブル島に収容した。この当時、フランスでは反ユダヤ主義がはびこっており、家族以外でドレフィウスを弁護したのはごく一部の人間だけだった。1899年にドレフィウスは再審のため、フランスに帰国、 再び有罪判決を受けた者の特赦を得た。1906年、ドレフィウスは再び上訴、有罪判決の取り消しを勝ち取る。1906年、彼には、ゆえのない苦難に耐えた兵士として、レジオンドヌール勲章も授与された。エミール・ゾラは、1840年4月2日、パリに生まれた。ゾラの、主な文学作品群、ルーゴン・マッカール総書は、不屈戦争後、 ナポレオン三世統治下のフランス第二帝世紀のパリ社会について描かれた全20作の小説からなる記念碑的一群である。ゾラはまた19世紀文学における自然主義文学の提唱者でもあった。ゾラはフランス第三共和制の強力な支持者でもあり、レジオンドヌール勲章も授与された。1898年1月、彼は自分の名声を投げ打つ覚悟で、 アルフレド・ドレフィウスのために立ち上がった。ゾラは、フランス大統領、フェリックス・ポールに向けて公開状をしたため、ドレフィウスに対し有罪を宣告したフランス政府の反ユダヤ主義を非難した。彼が狙ったのは、政府が自分を名誉毀損で、告訴せざるを得ないよう仕向け、広く世論に訴えることだった。告訴が行われれば、ドレフィウスに、 有罪判決が下される元となった証拠がいかに不確実なものか彼の支持者が公表する機会を得られるからだった。公開上は j アキューズと題されジョルジュ・クレマン総主幹のリベラル派パリ日刊誌オーロールの表面に掲載された。公開上による名誉毀損罪でゾラは告訴され2週間後に有罪判決が下された。彼は刑務所への習慣を宣告され レジオンドヌール勲章は剥奪された。習慣を避けるため、ゾラはイングランドに亡命し、フランス政府が和解するまで、そこに留まり、ドレフィウスを弁護し続けた。大統領に向けた、この有名な公開場から4年後、ゾラは煙突の排気不良による一酸化炭素中毒のため、亡くなった。1908年6月4日、ゾラの遺体は、パリのパンテオンに埋葬された。 エミール・ゾラは、アルフレド・ドレフィウスのスパイ活動に対する有罪、判決は誤った罪状に基づいており、冤罪であると主張した。事件全体の背後に、アルマン・デュ・パティド・クラム少佐がいると最初に指摘したのも彼だった。ゾラは次のように述べている。彼は、リストの文章をドレフィウスに引きさせるという計画を提案した一人だった。 鏡の並んだ部屋で彼を観察する案を思いついた一人だった。そして彼は、鎧戸付きの幻灯器を運んでいるのを、フェルディナン・フォルツェネッティ少佐に見られた一人だった。それは睡眠中の被告人の上で開けて、突然の閃光で目覚めさせ、ドレフィウスに罪を自白させようとするためのものだった。次にゾラは、裏切りについて調査がきちんとなされていれば、証拠の品のリストが、 ドレフィウスの所属する法兵将校のものではなく、不評連帯の将校のものであると明らかになったはずだと指摘した。ゾラはアルフレド・ドレフィウスとすべての正義を強力に擁護し、次のように述べた。各家、これらは事実であり、この護身がどのように生まれたかを説明するものであります。ドレフィウスの性格、彼の富、動機の欠如に合わせ、彼が終始一貫。 無実を主張していることから、ドレフィウスは、アルマンデュパティド・クラム少佐の不気味な想像力と、彼を取り巻く、宗教的な仲間、そして現代の社会悪である、汚い、ユダヤ人という強迫観念の犠牲者であることは、明らかであります。調査が進むとゾラは、フェルディナン・バルザン・エステルアジ少佐こそ、事件の真犯人であり、その証拠もあるが、参謀本部そのものが有罪でない限り彼が、 有罪だとは知られておらず、そのため陸軍省はエステルアジをかばったのだろうと指摘した。公開上の最後で、ゾラはジャンバティスト・ビヨ将軍がドレフィウス無実の絶対的証拠を握りつぶして真実を覆したのだと訴えた。彼はラウルル・モートン・ドゥ・ボワデフル将軍とシャルル・アルチュール、ゴーンス将軍二人のドレフィウスに対する宗教的偏見についても指摘している。 ゾラは、ベローム、バリナール、クアールの3人の筆跡鑑定家についても、健康診断で彼らの視力と判断力に、重大な不備が見つからない限り疑瞞に満ちた虚偽の報告を提出したのだと指摘した。ゾラは最後に、第1回の軍法会議は、非公開文書に基づいて、ドレフィウスに有罪判決を下したもので違法であり、第2回の軍法会議は、 エステルアジ少佐を故意に放免した犯罪行為であると告発したレオン・ドグレルを断崖する。ありがとうございます。